っぱ科学をもう取り入れないとさ、うん、もう置いていかれるよね。そうですね、野球が間違いなくそうだと思います。これはいたちごっこでさ、うん、まあ、あの1年前に高めのボールが有効だと、うん、ドライブラインに対して、はい、だから空振りが取れるよ、はい、で今もうレベルに変わってきてるらしいね、うん、スイングが毎年違いますね、うん、だからそれをこう追っかけっこしなきゃいけないわけでしょ、うん、はい、ダルはどんな勉強してんの、うん、いやだからまあそういう情報に対して例えばそういう X とか、まあ、そういうまあいわゆるソーシャルメディアとかをちゃんと見て、やっぱ頭のいい人たちが僕たちが手の届かないような情報とかをやっぱり自分たちでまとめて情報をこうなんていうの開示してくれてる人が結構多いので、そういうのをちゃんと追ったりとかですね。それがすごく大事だと思います、ね、例えばそのドライブラインで入ってくるバッターに対しては絶対高めが有効だと、うん、その低い位置から高めを狙ったら空振り率が高くなると、うん、まあ、昨年聞かさ、はい、教えてくれと、はい、でこれがレベルになったらやっぱ当たる確率が高くなるじゃない、うん、そしたらどういうボールが有効的になるの、レベルに対しても。いや、またそうなる、まあ、スプリッターでも言っててもそうなんですけど、だからツーシームとか、まあ、去年だとやっぱフォーシームも、まあ、有効だったと思うんですけど、ツーシームのやっぱ数字が結構良かったっていうのを見たりとか、だからこの5、6年前、7年前とかもツーシームはもうめっちゃ打ってたんですね、うん、まあ、いわゆるこう下から、うん、あのフライボール革命とかのところで、そこもまたこう変わってきてるので、そうですね、はい、これ1年1年やっぱりこう違うでしょ、はい、で数値をそう 見て、うん、あこういう風になってきてるなっていうのを捉えるのか、はい、それとも自分が投げてきてあこういう風なことになってきてるのかっていうのを捉えるのか、うん、両方、それとも数値が一番、もう全部いろんな角度からとにかく絶対見るようにはしてますね。自分はこうだからこうとかでもなくて、いろんな角度からこう見ることによって自分のやっぱ抜け道っていうのは絶対見えてくると思うので、うん、はい、だからもう素質だけでやってるのは遅いよと、もう難しいです、無理だよと、はい、だ頭も使いなさいと。そうです、頭もないと今はもう無理だと思いますね。そこで日本のそのコーチ、はい、まあなんか言ったよね、はいはいはい、で俺も実際そう言われて、じゃあどこをどう手をつけて勉強すればいいのかっていうのが、うん、多分分からない人ってたくさんいると思うんだよね、うんうん、それはやっぱこう数値だとか、うん、そういうのを追っていって自分の中で判断して、うん、それは言いなさいっていうことなのか、まあ、もちろん数字を理解するっていうところも、まあ、もちろんそれはもう本当に初歩的なところで最低限だと思うし、まあ、例えばその、まあ、物理学とかそういうのを勉強してほしいとは言わないですけど、バイオメカニクスとかも、まあ、やっぱオフの時間とか時間あると思うんで、やっぱアメリカとか行けば、まあ、そういうのも情報を取り入れられますし、まあ、そういう姿勢を見せることはやっぱできるじゃないですか、まあ、それはやっぱり選手に対しても、に対してのやっぱ誠意の一つだと思うので、うん、やっぱそういう、こう分からない俺たちの時代はこうだとか、まあ、そのなんていうんですかね、こう数字でやってるわけじゃないとか、それはもう遅いってことはやっぱ気づかないといけないですね。いやもうその数字は嘘つかないからね。そうですね、まあでも最低限それをまず理解した上でで言うんだったら分かるんですけど、うん、それは全くまだ分からないのでそれを否定してしまうっていうのは、そこをもとにやっぱりこれからどんどんそのなんていうのかな、年数を重ねていく選手に対してはすごくこう、まあ、失礼なのかなっていうふうに思っちゃいますね。今ちょっと心に響いたのは、はい、ドライブラインとかね、うん、自分で足を運んで、はい、まあ、例えばバッティングコーチでも何でも、はい、それ勉強するとか、はい、そこはね、ぐさっときた、やっぱ動かないとダメだよね、うん、そうですね、姿勢を見せないと、はい、その姿勢が足りないということだよね。そうですね、やっぱり、まあ、自分はすごくやっぱ大事にしているのがそこで、まあ、情報収集に対して、まあ、いろんな姿勢があると思うんですよ。積極的、消極的とかいろいろあるんですよ。僕はもう絶対積極的が大事だと思うので、うん、それが自分の全て未来とか、まあ、その困難に陥った時とかも道を開けてくれるのはやっぱそこの姿勢だと思うので、まあ、それはやっぱ選手だけじゃなくてコーチもそういうことをすることによってやっぱ選手たちは見てますし、うん、より信頼されるのかなっていうふうに思いますね。なるほど。なんか去年会った時よりもなんかすごい若返った感じがするんだけどさ。やっぱ疲れてましたね。そうでしょ。練習してた時はもうなんか肌ツヤいいもん、すごい最近ちょっといいですいいでしょ。あのいや本当ね、若返った感じがするし、なんかまた新たなことをこう始めたりとかしてんの？トレーニングとかで。トレーニングだとトレーニング量を増やしました。で食事も今こっち今一人でいるんですけど、やっぱりこうなるべくあの、まあ、和食というか、うん、まあ、腸内環境を考えた食事はやっぱ自炊でするようにはしてますね。それはさ、やっぱこっちの食事、まあ
もう本当にね、何十年ぶりに雨が来て、朝食とかいろいろとると、はい、やっぱこう脂っこいんだよね、うん、やっぱ日本食っていうのはやっぱ そういう面ではよくできてるの、まあ、日本食の中でも脂っこいものとかあると思うんですけど、まあ、自分は大体もうセットが決まってて、多分白米、まあ、味噌汁、納豆、温泉卵で鶏の胸肉でなんかサラダみたいな、まあ、それのセットを毎回食べてると、そのお腹の食べた後のその重心の位置、その物の重心の位置とか体の軽さとか気分がすごくいいので、あと筋肉の張りも出てくるので、今はそれをひたすら食べ続けてます。まあ、毎食じゃないですけど、たまに抜きますけど、うん、でもそれが結構メインのセットで今食べてます。サプリメントは？サプリメントはそれまた別で、あのいろいろ取ってますけど、はい、まあ、そこも新たに、はい、サプリメントも進化してるんでしょ？まあどんどん新しいの出てきてますね、やっぱりいろんなものが、うん、まあ、取ってるベーシックなものは僕はもう15年とか変わってないですけど、うん、でもやっぱり新しいものはどんどん出てきてます、はい、うん、自分で食事をして、はい、胸肉、鶏胸はやっぱりあんまり油を取らない。いやでもそれがやっぱ難しくて、やっぱりこう年齢がこう上がってくるにつれて、やっぱり必要なものがその時々すごい変わるんですね。ずっと鶏胸食ってりゃいいってわけじゃなくて、結構たまにステーキ入れたりとか、たまにこうちょっとジャンクなもの入れたりとかしないと、この筋肉の張りが維持できないとか、筋力が維持できないとかっていうのはあるので、結構難しくはなってきます。それさ、何年前ぐらいから食事とか気にしだして取り出したの？まあでも本当にサプリメントとかをまず取り出したのが20歳の時だったので、まあ、そこからちょっと食事を意識しだしましたね、20歳の時に。20歳の時？はい、2年目です。もうそんなところから？2年目にあの交流戦でヤクルトを投げたんですけど、うん、その時に7点ぐらい取ってもらったんですけど、4回3分の2で降りて、で、まあ、ちょっと肩も痛かったんですけど、でそれでなんかこう自分の中で、まあ、ドラフト1位で、まあ、こう入ったけど、まあ、こう2年目もそこまであんまり、まあ、その防御率とかも良くなかったので、このまま終わってしまうようなと思ったんです。あんまり練習も好きじゃなかったので、ではそれが嫌だったので、まあ、その日にサプリメントの会社の人、たまたまその1週間ぐらい前にご挨拶してもらったので連絡して、あのサプリメント全部あれやつ全部売ってくださいって言って、でその人来てくれて全部説明してくれていただいて、そこからです。二十歳の時から？二十歳です、はい。そしたら今何かを取る、はい、何かを取らない、はい、それによって体の変化っていうのはもう敏感に感じるわけ？わかります、もちろん。すごいね。いや、もうそこは僕一番得意なところだったんで、ずっと野球とかっていうのはそのコンディショニングっていうところが僕、うん、ずっとやってるので。でもコンディショニングが一番大事なことじゃない？もちろん、はい。そこに二十歳の時から気がついてやったっていうのはすごいね。その時は気づいてなかったです。そのコンディショニングがとかどうとかじゃなくて、何かその時の自分がフラフラしてるし、こうレベルアップを感じないしっていうところに、何か変えないといけないってところで一気にそれをやったっていうのが、そこからこうだんだんやっていくにつれていろいろ学んでいったっていうだけだったんですけど、うん、はい、最近ね高血圧があって、うん、でちょっといろいろこう調べると、はい、納豆がいいらしいんだよね、うん、でなんか血管の老廃物を流してくれるという、うん、はいはい、あの夜それも取るといいっていう、うん、それは分かる。いや、まあだからそれもこのその人によってまた違いますし、毎回夜取ってればいいっていうわけではなくて、1日全体、その1週間全体での食事、どういう食事取ってきてる、運動量どうだったとか睡眠どうだったかっていう、その全部のバランスで何をするかっていうのを決めていくんで、第一概にそれがいいとは言えないですね。でもすごいね。でもさ、WBC をきっかけ、その前からいろんな人が相談に来るでしょ、はい、アドバイス求めに。まあ結構連絡はプロ野球選手の方くれますね。そうでしょ、はい、そのでもいきなりくれても、お前が何時間寝てて、うん、何食べててっていうのがわからないと、うん、アドバイスできないでしょ。だから聞きます、僕は。だからちょうど昨日だから、そのある球団の選手がちょっと肩の、うん、裏がちょっと張っててどうしたらいいですかねって言ってきたんで、まあ、それはいつからあったのか、そこから今までの治療どういうことしたのかっていうのを全部聞いて、あ、じゃあもしかしたらそこじゃなくてこの筋肉かもしれないって言った時に、あそこ張ってますっていう話とか、まあ、そういうのをこうやり取りは結構しますね。だからこういろいろある程度その過程を聞けばなんとなく僕はもう分かるので、大体どこかなっていうのは。そう、だからそうやってこう頼ってもらえるとすごく自分は嬉しいです。そこが一番強みなので、うん、でもこの年寄りが頼って体の状態不調あれしても分かんないでしょ。いや、ちゃんとそのなんていうの、どういうことを今まで、例えばもう過去5年6年とかその辺まで遡らないといけないと思うんですけど、
自分の目指したいところを多分言っていただければ、なんとなくこうした方がいいんじゃないかなっていうのは多分分かると思います。まあ、単純に痩せたいから食べ物量を減らしなさいではない、いや、よくないと思いますね。食べ物量を減らすっていうのはすごく危険なので。ああ、そうなんだ。はい、まあ、そのもちろん量もだからどういうものでその量を取ってるかによってもまた変わるじゃないですか。そういうところのバランスとか、まあ、運動量とか夜の睡眠も時間だけじゃなくてどういう質なのかとか、そこもすごく大事なので。すごいね、ほんと勉強してるね。勉強してるんですかね。いや、これ好きなの。好きなんですよ。だから勉強してないんですよ。勉強してるっていう感覚がなくて、好きなので、もうずっと今日も例えば調子があんま良くなかった、じゃあ何やったって、それを考えるのがすごく好きなんで、それがこう自分も助けるし人のことも助けるっていうのをもうどっかで多分分かったから楽しいっていうところですね。まあ同じメジャーリーガーのイチローさんがカレーしか食べなかったという、だけどそれは食べ物の打てなかったのを食べ物のせいにしたくはないと、今日はこれを食べたから調子が悪かったとか、じゃなくてもうルーティンとして食べてるんだと、その考え方っていうのはどう？いや、まあ、それはイチローさんがご自身の、成績を残す、まあ、チームのために、まあ、一番選手がやらなきゃいけないことはやっぱり成績を残すことなので、まあ、それが多分イチローさんの中でベストっていうことで推されたと思うんですね。だそこは全く否定しないです、自分はタイプが違うと。なるほどね。まあ、だから楽しみながらやってるよね。そうですね。いろんなものを試しながら、自分はよく分かりたい、理解したいんですよ。これはなんでそうなのか、なんとなくじゃあ僕は成績残しましたじゃなくて、やっぱりその自分が引退した後もある程度その現役の選手と会話ができるようにしたいんで、やっぱりっていうにはやっぱりこの細かいことはやっぱり理解しておかないとできないじゃないですか。どこをこう目指してるの？どこを目指してる？いや引退してからとかさ。いや全く何も考えてますね。とにかく動ける体でいたいっていうところはすごくあるので、一生ということ、ね、だこれはまあ現役を長く続けたいからそのコンディショニングをやってるっていうよりかは、ちょっとでも動かなくなってくるとすごく僕気持ち悪くてメンタル的にあんま良くないので、動けるように健康でいることを常に日々考えてるっていうだけで。やっぱ動かないで健康は求めちゃダメ？いや、それもその人によると思う。自分はやっぱり動きたいです。やっぱり自分の考えとしてやっぱ動かなくなっていくっていうことはこうすごい大きな話になる、死に近づいていくっていうことなので、僕は多分メンタルがちょっとあんまり良くないんですよ。だから常にこう若い体でいたいっていうところがあって、まあ、まだ38なんで、まあ、みんな若いと思うんですけど、まあ、それがやっぱり50の時でもある程度動けるようにはしたいっていうのが自分はあります。そうか、ちょっと考え方直さないかもな。自分はどう何を幸せに感じるかっていうところが多分一番大事だと思うので。まあでも動けないと幸せじゃないよね。なんか動きが鈍いとかさ。食べるのは好きなんですか？大好きな、何が好きなの？やっぱり肉系が好き。油も全然大丈夫、まだ。すごいです。もう焼き肉とかでもカルビとかでも全然。全然大丈夫。すごいです。霜降り濃いよみたいな。いや本当に。いや、そういうのは。やっぱ1枚食べて2枚目はもう食べないとか、そういう感じでしょ？はい、もう無理ですね。全然余裕ですか？全然余裕ない。すごいですね。健康ですね、やっぱり。いや、胃がもたれたことがないね。これはどうなの？いや、すごいことなんです。本当にそれ強いってことなので、それはすごく強みですよね。食べれるってことは本当に強いので。食べないだけなんでしょ？いや、食べると本当にダメになっちゃいますね。僕は本当にその肋骨の動きが悪くなっちゃうんで、油物をいっぱい食べちゃうと、ここはこう張っちゃうというか、スペースがなくなってこう動きがめっちゃ悪くなっちゃうんで、キレがなくなるという、まあキレという、可動域がちょっと狭まりますね。それが嫌なんで。